どうも、雨上がり決戦の宮迫です。さあ、見覚えのあるこの宣伝歌 i8 の車中から、今日はお送りしております。おなじみですね。おなじみです。今我々はですね、東京ではございません。ほう、愛知県名古屋市に来ております。イエース。まあそうか、名古屋市に来てるっていうか、ここからスタートして、はい、ちょっとね、岐阜県か、はい、岐阜県のある場所に向かってます。ほう。なぜそこに向かってるかと言いますと、はい、以前、子ども食堂の方に、はい、プロジェクターを届けに行きまして、来ましたね。ヤフオクで私の服とか靴とかいろいろオークションさせていただきまして、はい、僕の G-SHOCKもです。はい、G-SHOCKもありました。そこで皆様のご好意によって、子ども食堂に寄付するための、お金が、はい、結局70万ぐらいかな、はい、入りまして、でプロジェクターと音響システムを買ったんですけども、30万ぐらい余りましたと。そうなんですよ。いうことで、何か他にいるもんないですかと、はい、聞いたら、やっぱりコロナ禍で花火見れなかったと。ね、花火を見ることができなかった、はい、ということで、なんか花火あげてくれませんかみたいなことになったんですよね花火見たいって子どもたちも言ってましたので、その場所であげることはできないけど、どっかこの時期でも花火あげてくれるとこないかと、はい、ほんでちょうどプロジェクターを設置しましたから、はい、そのでっかいプロジェクターの綺麗な画面で、綺麗な音響で、はいはい、花火を見せてあげたい。なるほど。だ、どっかないかと調べて、はい、しかも30万しかない、30万でなんとかならんかなと思いながら、はい、いろいろ当たったら、あ、いいですよと軽い花火あげますよと。そんな言い方でした。やっぱりあのコロナ禍でね、なかなか花火をねあげるところもあげきってない。なるほど、ね、はいはいはい、余ってる花火あるんですよ。物が余っちゃって行ってからの交渉になるかもしれませんけども、なんとかこれ30万でね30万以上の花火をこれあげてくれませんかと。あれ、これはこれも30万ぼっきりで、あ、送料手数料は、送料手数料いれません宣伝から向かったのは送料手数料いれません。その場で上げてくれないこと、宮迫チャンネルが負担、宮迫チャンネルが負担いたしますじゃあその現場に向かって、はい、花火をきれいに撮影して、はい、子供たちに届けましょう。届けましょう。何がすごいかって、もう子ども食堂の子供たちのためだけにあげる花火ですから。そんなこと経験ないでしょ。ないです、ないです。自分のためだけにあのドバーンという花火あげてもらうことないですから、岐阜県のその花火をあげてくれる場所にレッツラゴー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 、グッと寄ってくな。はい、到着しました。こちら高木煙火株式会社さんに到着しました。ありがとうございます。もうね、子供たちのために時期はだいぶずれましたけども、はい、花火を上げてくれるということで手を挙げていただきました。というわけでよろしくお願いします。ここ挟もうかな。じゃあ看板を、すいません、はい、急なお願いで、もうありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう子供たちがね、あの子供食堂の方で我々のプロジェクターをプレゼントしたんです。でそこで見るもん、何かないかとか、他にいるもんないかって言った時に、もう大概の子が今年花火見てないと、で近所で花火大会もなかったと、それがもう寂しくて、すごく花火が見たいっていう子が多かったんです。でちょうどあのプレゼントした後に、あのその他にちょっとお金が余ってたので、余ってたとも30万円なんですけども、30万円しかないけど、なんとか花火上げてくれるところないかなと探してたところ、上げていただけるということで。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にありがたい。こんなずれた時期でね。そうですね。あ、もう、やっぱりコロナ禍で大変だったですか、やっぱり花火業界も。そうですね。今年に限ってはもう、はい、花火大会が9割方なくなってしまう。このまま行くと、日本から花火が、うん、花火屋が半分以下になっちゃうんじゃないかと、うん、もうそんなレベルになってだってあれですもんね、もちろんあの今年用に作っておいた花火も余ってるわけですもんね。そうですね、もうずっと早っこに眠ったまま、ね、うわー、やっぱ どこの業界も大変な打撃を食らってる中、子供たちのためにありがとうございます。こちらこそ。いや本当に、ただあのすいません、本当にいやらしい話何回も言うんですけど、30万円しかないんです。で、あの花火のそのいわゆるその値段っていうのがちょっと分かってないんですけど、なんとなくですよ、なんかで番組で見たら30万円ではそんなに上がらんのちゃうかなとはちょっとうっすら思ってるんですけども、
その辺ってどうなんですかね。やっぱりなかなかね、30万円ではあれですもんね。30万円といっても、まあ、見る人によっては、はい、結構個人でやられる方も最近はすごく増えたんですけど、はいはいはい、まあ、30万円でもすごく見応えのある花火がいけます、はい、あるっていうふうに声は聞かせていただいているので、はい、あ、ほんまですか、はい、まあ、今回に限ってはあの子供たちに向けた、はい、あの専用の花火っていうのもご用意させてもらったので、はい、専用スマイルマークであったりとか、うわちょっと子供に喜んでもらえるような花火をちょっと選定させていただいたので、嬉しいですね、はい、ということはもう、うん、もう30万なんて、うん、なんか関係ないみたいなところありますよね。もう気持ちでもうアピールしよう、こっち側が言うことじゃない、こっち側が言うことじゃないですか。そうかもしれない、そう代弁や、30万なんて子供たちのためですから、そんな30万なんてケチくさいこと言わないよというお声がね、バンバンこの心のお声が聞こえてくるから、はい、そこはちょっと本当に子供たちが見てくれてますので、はい、はい、じゃあもう時間もないですから早速行きましょうか。 まずはどうしたらいいですか。宮迫さんに玉を子供たちのために選んでいただくということで、はい、なるほど、そのスマイルとかいろいろあるから選ばせてもらいましょう、はい、いいですか、お願いします、はい、行きましょう行きましょう、選べますよ。どういう風に選ぶんでしょうね。確かに安室ちゃん、安室ちゃんですやんか。あ、そうです、2018年、2019年安室奈美恵引退花火ショーをやらせていただいて、はい、すげえ。あの花火やってらしたんですか。え、沖縄のあれですか。はい、そうです。すごい、人たちじゃないですか。安室ちゃんのラストの、おい、すごいとこ来てしまったな。みんな見てる、安室ちゃんの花火あげた方々にあげてもらえるよ。伝わるかな。分からんかな。伝わるかな。平成の歌姫。平成の歌姫、まあ生まれてないか。でもじゃあ選ばせてもらっていいですか、はい、うわかわいい。なるほど。で今回こちらの方を宮迫さんに選んでいただきまして、はい、で、まあ、スマイルとかハートとか、これどれが、あの、あ、分かりやすいですかね。上がったとやはり子供たちとから見ると、まあ、スマイル、まあ、未来の子供たちのためにということでスマイル、はい、スマイルはもう、はい、あの絶対ください、はい、あと愛情を込めて皆さんに届けたいっていうことになると、はい、やっぱハートかなっていうふうに思うんですけども、いいですね。なんとか今から間に合うか分かんないですけど、鬼滅の刃なんとかならないですか。めちゃめちゃ元気でしたね。全集中ですね。全集中、全集中ですね。全集中ないかな。鬼滅のっぽいマークなんかないか。あー、もうキティちゃん、イノスケって言い張るしかないですね。どれ、これ、はい、これキティちゃん、 あとこれな、水の呼吸の、あの、ツバっぽいです。なるほどな、イノスケ、これイノスケ、キティちゃん、これキティちゃんですか。それは、あの、ドラえもんですね。ドラえもんやった。あやと、おい、あやと、ドラえもん、キティ、あ、そうですね。水の呼吸のやつ、ツバ、水の呼吸のツバ、はい、っていうことで、本当なんですか、これは。ダブルハートですね。ダブルハート。ダブルハート。よし。ダブルハート、今のこれなしにして、みんなこれほら、水の呼吸の、あの、刀のツバの部分やで。ダブルハート。お前、鬼滅の刃の水の呼吸の、あの、ツバ、刀のツバの部分、わかるかな。ね、あっこのやつが、あったで。本当はダブルハートだよ。今日うるさい。鬼滅や。よし、じゃあ、スマイル、イノスケと、ひどいな。伊之助と、あの、ねずこの血気術やな、これ。そうですね、はい、な、血気術のな、はい、全部あの、ねずこの血気術やから、はい、な、はい、そうです、なんで、伊之助と、それでお願いします。はい、わかりました。いやあっちゃった。あったなぁ、鬼滅の花火やったな。よし、じゃあ、お願いします。お願いします。あげましょう。さあ、それでは花火の準備整いました。子供たち、みんなのために花火をあげるよ。そしてあげていただけますから、もうみんなのためにと言ってね、本来ならばこんな近くの距離では花火見れないんですけど、子供たちのために特別にだいぶ近くから花火を見ることができますので、みんないつもとは違うすごく迫力のある花火見れますから。そして、鬼滅玉もありますから。鬼滅玉ね、本当かな、鬼滅玉が入ってますからね。それも楽しみにしてください。あ、ちょっと一人やから マスク外させてもらっていいですか。一回勝負ですから、いきますよ、はい、行きましょう。それでは花火お願いします。おお、
近い近い近い、うわ近い、うわうわうわ綺麗、うわすごい、うわやばい綺麗、こんな近くで初めて見た、うわうわ綺麗、かっこいい、すごー迫力、待って、うわちっか、こんな近くで初めて、うおお、すげえ迫力、いろんな人がいますね、たまよ、うわすげえすげえすげえめっちゃ上がる、うわうわうわすげえすげえ、こんな近くで初めて見た、すごい、みんなみんな見れてる、みんな見れてるよね、すごいね、綺麗ね、すごいな、あの音響も音響システムもすごいから迫力もすごいんじゃないですか、子供たち見てくれてるかみんな、いやすげえな、まだあのまだまだあるからね、今ので終わりじゃないんですよ、今ので終わったら寂しいですから、次みんな鬼滅の魔が来るよ、伊之助と禰豆子のあの決起ですね、炭治郎のね刀の唾ね、水の呼吸のやつか、はい、水の呼吸のやつ、あの言い切れないけど鬼滅玉としときましょう言いますよ、それでは、鬼滅玉っぽいやつお願いします、来た、はい、高っ、うわー禰豆子決起術、綺麗なハート、これ何やろ、来た、これはこれハートやな、今のハート、ハートですね、ハート決起術や、めっちゃ高い、うわぁ、猪之助、猪之助だったなこれ何や、猪之助、これも猪之助、クイズみたいなこれ何や、うわこれ、うわ何やるこれ、すごい、かっこいい動き、うわぁ綺麗、決起術、みんな、うわすごいすごい、決起術や、うわ、うわ、でかっ、すげえ、すごい、火の神神楽やな、うわすげえ、うわ来た、どんどん来る、でかいんちゃう、でかいんちゃう、でかいんちゃう、あでかくはなかった、かっこいいな、この上がり方がかっこいいな、うわでかっ、でかっ、すごい、うわし、すげえ、うわすごい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 、あの火の神隠れやな、火の神隠れや、今のは鬼滅玉すごかったな、猪之助もおったな、みんな、いやたまらんな、ラストラスト、みんなもうラストもすごいワイドなやつもありますから、ものすごい一気に全部いっちゃいますからね、20、30発ぐらい連続でいきますから、これラストです、みんなのためにあげてくれてる花火やからね、もうラストはもう全部もう鬼滅玉ちゃうそれは違う、そうやな、いやそれは違う、え決起術やん、炎やから、禰豆子の決起術やな、全部火の神神楽花火ですよ、みんなラスト楽しんでください、いきましょう、それではよろしくお願いします、うわ両サイドから、うわタイミングバッチリ、うわうわすごいすごい、うわすげえ、うわダメダメダメ、うわうわすげえすげえすげえ、何これかっちょええ、やばい、おお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 おすげえぞ、なんやこれ、うわ落ちてくる、うわ炎が落ちてくる、すげえすげえすげえ、すごすぎた、すごすぎたな、ちゃんとした花火大会、すごすぎたな、最後やばい、ありがとうございます、いやすごい、みんなどうやった、あのみんなのためにあげていただいた花火、すごい迫力やったやろ、
なかなかこういう映像見られへんからね、あのみんなのためにこの距離で上げていただきました。楽しんでもらえたかな。あの見れなかった花火見れたっていうね、あの元気つけれたとしたら、その元気でみんなまた頑張って一緒に前に進みましょう。あのまたあの子ども食堂行かしてもらうんで、あのその時またたこ焼き焼いたりするんで待っててね。というわけで、なんか興奮してしまったな。興奮しましたよ。たがい原画の皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。皆さんありがとうございました。最高でした。よかった。というわけで皆さん、また来年はみんなで花火見れるように頑張りましょう。みんなでもうつなぎ合ってね、頑張りましょうね。というわけでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。やっぱ花火最高っすね。おしまい。おぉすごい。おぉきれい。さあ、お前らじゃあ、ルシーブラーだよ。次、みんな鬼滅のものくれよ。いや、鬼滅の鬼滅の鬼滅鉄器ですね。お前らだよ。鉄器のくれよ。鉄器のくれよ。やるってこのスリリングさ、自分たちでお金を出して、うん、階段ってそんなに高いのね。そうなんマジですよ。ここにスーパーがゲスト来ますから、タップで、はい、ド派手なスターが。本日のゲストはこちらの方です。どうぞ。